信長の野望。新生 PK。佐竹を滅ぼさんと攻め込んだら武田が連れてそのまま合戦し、風を発生させた我らのフェニックス。勢いこのままに恩敵佐竹に引導を渡してやるぞー。さあ敵の巨城天神山城は目の前だ。突き進めー。人戦力不足だが援軍はすでに出発してる。佐竹滅亡待ったなしだぜ。そんな中今川氏が長桶に進行。長桶、軍神上杉謙信とぶつかるのか。あ、病気がちのお兄ちゃんの春影が大名だよ。あーランダムで配置替えしたから、長桶めっちゃ戦力ダウンしてそう。で天神山城攻めは援軍も到着。小屋合戦するまでもなくマップ戦闘で片付くな。敵の本拠天神山城は我らの手中にあーあり。大した抵抗もされずあっさり落とせてよかったぜ。佐竹家を滅亡させました。それではお楽しみの武将東洋タアイムってろくな武将がおらん。知ってた。まあそのうち義重が元服するからそれまで我慢って感じかな。だな。とりあえず天神山城には矢沢を移動させとこっと。中間管理職ポジの武将をたらい回し。そこそこ使える斎藤高政なんかも城主になれたし、初期と比べたらだいぶマシにはなってきたよ。相変わらずエース級が少ないのがネックなんだよな。さてお次は何しようかなー。大型の台風が上陸しました。次の仕事は災害復興だ。いとかなし。そして災害復興に励んでいると三好家で動きあり、どうやら宗家に進行してるみたいだな。城主の宗義重、攻められてるのお構いなしになぜか島津攻めてるし、そうさあ、ナキス入ってますよー。三好被害なく宗家吸収しそう。なんかずるいぞ。このずるは見過ごせん。三好の軍すべてが西に移動したら我らも洲本に攻め込むぞー。島津を攻める宗家に漁夫乗りする三好をさらに漁夫乗りする織田家の図。本拠が包囲されてるのになんで城攻めしてるの、帰りなさいよ。こいつ何考えてんだか。ああ、相馬も島津攻め出してる。宗家の意味不明な行動のせいで、周囲が混沌化しちまったぜ。やっぱー、漁夫乗りだー。洲本城を落とせー。武田が武部山城に向けて出陣しました。なんてこった。まあ武部山城は防衛設定してるからギリなんとかなるかな。防衛などするまでもない、逆に武田城に攻め入ってくれるわー。宇治春、バーサーカーモードに突入。接待の兵も城から出てるし、今なら確かにチャンスかも。じゃ織田さんは洲本城攻め中止して武田城に進路変更で。ふんすふんす。何気に史実でも攻められると宇治春決起盛んに野戦に出るんだよな。そうだ今川から援軍って、できない？長桶攻めてます。ここぞという時に役に立たねえな。うおお、やられる前にやっちまえー。患者による破壊で武部山城の耐久に被害が出ました。危な、攻城戦で防衛してたらやばかったかも。そして織田さんも武田城に到着、合戦じゃあ。敵は部隊数は少ないけど信玄節祭一城の部達。ここの強さが地味に高いぜ。勝つには勝ったけど損耗は同程度になりました。部隊数倍でもやっぱり信玄は強かった。強行で構わん、武田城を今のうちに落とせー。あ、宇治春抜きで城攻め続けてた洲本城、降伏交渉来たぞ。よーし、条件を聞いてみましょ。条件は城主以外の解放だそうです。ふむふむ大関さんか、特性に生命あるしそこそこ良い武将。確か城主にするとその城の領主の忠誠が上がるやつか。まあ何もしなくても交渉値は100だしとりあえずこのまま勝任。楽々会場で大きな損失なく、洲本城、ゲットだぜ。そして同月強行で兵を失った武田城も、無事陥落。攻められ逆進行して難攻不落だった武田城があっさり落ちたぜ。よっしゃー。大武将捕まえた。節制いる、これはチャンス。お主には使えられぬ。そううまくはいかないか。へぇ。寝返り悲観を望む者が来ております。で節制お前家臣になるんかーい。家臣になってやらないこともないんだからね。まさかのツンデレ？御年58歳のツンデレ坊主が仲間になった。寿命長命でプレイしてるから、今後の活躍に大期待。さて奪った洲本城を三好勢が取り戻そうとしてる、軍を荒らさせるな、進み敵を撃退せよ。引き抜きを試みていた武田の有馬春澄が直談希望とのことです。今取った武田城の城主にしろだとよ。ちょいつよ程度の能力で生意気な、貴様は淡路島に島流しじゃあ、淡路の領主に10年の刑だ。で武田城の奪還部隊をサクッと蹴散らし、織田さんは一旦騎乗。そして戻って速攻代官に節祭を任命。大元節祭、国頭からしっかりキャリアを積むのだぞ。代官研修入りまーす。では節祭も連れて敵撃退お願いします。少しは休ませて。戦国乱世だ諦めろ。そして織田さんが進軍してる途中で。洲本城を攻める敵はもうおらぬ、帰ってもよいか？このまま一戦して三好を弱体化させるのでダメです。ちぇ。
そんなわけで織田軍は三好長慶のとどまる小髄城に進軍開始。攻城戦の準備中だし、今なら城も落とせそうだ。そして先行部隊が戦闘してる中、織田さんも到着。合戦だー。兵力も部隊数もこちらが上、楽勝だぜ。そんなわけで数の暴力、日本の副王をフルボッコ。三方向強撃で完膚なきまで叩きのめす。これで当分三好家もおとなしくなるかな。結果生き残れた三好兵は63のみ。容赦なきジェノサイド。でこのまま城攻めも考えたけど、城兵も城耐久も結構残ってたので撤退に決定。今なら攻城戦なしでいけるぞ。攻城戦は攻城戦で威風出るのでそれ狙いもあるよ。さいですか。さてゲットした洲本城を防衛設定。西下城なんかも防衛設定すれば、当面三好から攻められる心配はなさそうだ。少し状況が落ち着いたので情勢落ちと確認。北条今川がでかくなってるけどこれ織田城帰れるのか。西の平定もまだなのにこの勢いは辛いかも。北条もやばいけどまずは隣の今川宇治を倒せるくらいの勢力にはならないと。最大兵力1万くらいしか差がないし、頑張れば勝てそうではあるな。兵力は大して差がないけど武将の差が。ノップを筆頭に統率80以上がずらー。武竜95位も結構いるし。何を、我らが織田家も猛将揃いじゃぞ。新人の節祭入れても統率85位が4名しかいねえじゃねえか。こりゃ真面目に武将集めしないと今後積むかも。強い武将も止めつつ勢力拡大が必要だぜ。さっきまでやり合ってた三好家は残り9城。でも強いの三好長慶くらいだな。薩摩バーサーカーの新色忠元も強いけど、9城落としてまで取り込むのは微妙な感じ。簡単に落とせそうな隣接する赤松家は残り2城。だがここも雑魚ばっかだな。間宮のおじいちゃんがいるくらいで武将の質はかなり低い。残り6城まで減った武田家は、信玄春日安藤あたりが強い感じ。信玄は仲間になったら心強いが、領土が西に長くて取り込むのが大変だぜ。武田の属国の総負けなんてどうかな？お城も残り3つだし。大垣崎さんおるぞ。上杉一の戦上手、騎馬大将もあるしこれはぜひとも仲間にしたい。こりゃ相馬滅ぼすしかねえぜ。今いる家臣でも戦力強化戦と確認、随慶院さんの今川の伝えなんかも良さそう。武勇だったら戦闘員の上杉の伝えも良さそうだぞ。じゃ姫たちを優先で昇進させて武勇にできるように育てましょ。だな。ちなみに本拠の石山ごぼうの浄化施設もちまちま増設しております。武将も欲しいが戦力増強には内政も大事だぜ。で内政してたら、武田家の先導で一騎が発生しました。一騎連打地味にうぜえ。畠山が暇そうだったので朝廷工作も開始。官位をゲットして威信を上げて、政策の後継の誉れで攻撃力アップを狙う。三好との戦いが終わって半年ほどが経過したところで、今川尼子毛利北条の入り乱れる乱戦が発生。乱戦。うるせえ。それでは我らも行動を開始するぞ。柿崎さんを仲間にするため相馬を滅ぼす。西に進めえ。まずは進軍に邪魔な赤松家を目標に攻め込むぞ。そして我らが岡山城に攻め込むと、はい三好漁夫の利入りまーす。赤松は弱い武将しかいないけど、武将取り込みたいから落城のタイミング調整せねば。武田家から武将を引き抜きたいのですが、王朝祖壁の元近くんではありませんか。まさかの鬼は子引き抜きチャンス。もちろん愚心承認。これ成功したらかなりの戦力強化だぜ。さて三好の天切城攻めを見つつこちらの進行を微調整と、赤松ラスト腕章は三好にやらん。一大事でござる。三好家が赤松家本拠を落城させましたー。は？え？え？ちょ、待ってこれもしかして威風？三好の家紋が黄金に輝き威風が吹き荒れる。これには石山ごぼうの宇治春もびっくり。で岡山城三好家になってるー。残念、赤松家ラスト腕章ならず。他勢力が包囲してる城を寝返らせるとかこれ以下に。宗家の空き巣に続き落城寸前赤松寝返りといい、三好ずるがすぎるぜ。そのうちめっこめこにしてやる。白霊霊夢は静かに復讐を誓った。三好ゆるさん。行かれる霊夢城第一部隊だろうと容赦なし。やっぱー、三好に連なるものは殲滅じゃー。10倍の兵でフルボッコ。岡山城、どうおったどうおー。こうして三好に寝返った岡山城は、わずか数日で落城したのであった。よし相馬家までの道は開かれた。柿崎さんを手に入れるべく相馬家に攻め入るぞー。戦力増強のために猛将をゲットするのだ。超祖壁元地下を解き伏せましたー。しゃー、SSR 超祖壁元地下来たー。やったぜ。おーおー、急いで火砲買って忠誠あげなきゃ。だが金が足りぬ。だったら忠誠が上がる生命持ちの千代女ちゃんに預けよう。元地下はまだ組頭だから治療はやれんぞ。
なんと。そうだ、お米を売れば家宝が買える。だが微妙に足りない。畜生王、元地下仲間になって嬉しいのはわかるがちょっと落ち着け。そして備中高松城を攻めていると季節は移ろい元服のシーズン。伊達さんちのうなぎ姫が仲間入り。やや強い。元地下も仲間になったし、少しずつ織田家の武将不足が改善されてきたぜ。季節収入も入って適当な家宝もギリゲット。元近くん変な掛け軸あげるからこれからもよろしくね。これで中世も安全圏で一安心。では新たな猛将柿崎さんを手に入れるため相馬家に合戦を仕掛けつつ今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。やる気スイッチです。急成長する多勢力を危惧し、有能な武将を求めることにした宇治春。果たして柿崎さんを家臣に迎えることはできるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。